私自身はだからツイッターで言ってるように出る意思あります。あの大物から説得されていると、出ないように説得されているという、党の方からもあの出るなとかいう話はどなたからも出てません。なんでそんな記事が出るのか分かりません。下村議員は取材に対し、政治倫理審査会に出席する意向を改めて強調した上で、現在開催に必要な申し出書を準備していることを明らかにしました。下村氏は安倍元総理がおととし4月にキックバックの中止を決めた後の経緯を知る幹部の一人で、動向が注目されていました。一方、野党側は下村氏に対し出席する意向があるか確認するための文書を送付していて、明日までに回答するよう求めています。